女子高生ミスコンファイナリストが始まりました。始まりました。皆さんこんにちは。女子高生ミスコン初代グランプリのリコピンです。はい、皆さんこんにちは。ポップティンメンズモデルやっている福岡県出身のタクポンです。よろしくお願いします。いよいよファイナルまで残すところあとわずかになりました、はい。もうなんか去年のことを思い出すとドキドキしてきちゃう、もう、いやもう僕初めてだから緊張して、もう親心じゃないけどどうなるのか、なんかだんだんほらみんなの顔つきもこの何ヶ月かだけですっごい変わってるじゃないけど、キリッとねなってましたね。楽しみですね。そうですね。それではファイナリストが全力で取り組んでいるこの女子高生ミスコンについてタクポン君説明お願いします。はい、この女子高生ミスコンとは北は北海道、南は沖縄の全国女子高生の中から日本一可愛い女子高生を決めるコンテストとなっております。エントリー方法は全国に設置されているプリキュアアップにて行われ、35万人のエントリーがありました。面接や SNS 審査、プリキ投票を勝ち上がった各地方のグランプリ、準グランプリ、そして高1ミスコンのグランプリ、準グランプリを合わせた14名の中から3月29日に行われる全国ファイナル審査で今年の日本一可愛い女子高生が決定いたします。果たして日本一可愛い女子高生の栄光は誰が手にするのでしょうか。ということで今回最後となる彼女たちの素顔に迫るドキュメント、高1ミスコングランプリのあやちゃんに今回は密着します。あやちゃんにね、はい、楽しみ。 VTR スタート。よくない JK ってなんか変な目で見られるんですけど、 JK はいい子です。JK はいい子ですよ。高一ミスコングランプリあやです。グランプリあやです。カットカット、テイク2いいですか。高一ミスコングランプリのあやです。自分の性格か、うるさくてうるさいうるさい。今日は普段とは違う面を見せていきます。レッツゴーレッツゴー。マダムタッソに来ました。マダムタッソ、マダムタッソ楽しみですね。どんなのがあるのか。たまに言われるんですよ、大島優子に似てるね。言われました、たまに。高1ミスコンの時すごい最近は言われるんですけど。天真爛漫な笑顔と明るい性格が印象的なあやの放課後に密着。いつも学校帰りとかはお台場シティに来てプリ撮ったりしてます、お台場シティね、イエーイ。ここ行くんだ、みんな見たことある風景が。いつもプリ撮ってるところはここです。ラウンドワン、学校終わりに友達と来たりします。なんかいいね、学校終わりに。こだわりは全部背景は白。今の時代は全部加工でできるんで、これはシンプルにやって後でデコって加工したりして可愛くしていくからです。からです。だけど背景全部白ですね。あのシンプルですね。イエーイ、撮れた。初めての一人だけど漏れた。イエーイ。モデルやりたくて、めっちゃやりたいって思ってなくて、なんかモデルもやりたいしみたいな、なんかちょっと将来の夢が曖昧で、で高1ミスコン出てなんかそこで将来がはっきり決まったらいいなと思ってて高1ミスコンを受けました。金曜日が来るとプレッシャーとか、なんかもうどんどん3月29日に近づくにつれて、なんか不安な気持ちが多くて、でもなんか不安になっちゃうのはやっぱまだ練習不足とか自分に自信がないからだと思うから、3月29日までには自信をつけて本番を挑みたいです。